はい、おはようございます。おはようございます。坂田の馬場ゲース三角です。どうもどうも、八丁先生おはようございます。おはようございます。お久しぶりでございます。お久しぶりです。昨日インスタかなんかで見ました、2日前の映像を。なぜモニターのキャップがここにあるのかずっと気になって仕方がありません。まあ気にしないでください。じゃあ、あ、電撃ライブ、はい、電撃ゲームミュージックライ ライブ、初頭の陣ということで、はい、来週ですか、11月2日の木曜日、に日本橋の三井ホールでやる。いいとこでやりますよね、はい。結構箱でかいんですよ。でかいです、でかいです、でかいです、はい、知ってます。そこでやる、ミュージックライブ、はい、まあ基本的にナムコ中心と。ナムコですね、もう全部ナムコですね、ナムコ中心、はい。なのでそれで出る、演奏されるであろう曲のゲームをやろうじゃないか。なるほど。今日は何の予定ですか。源平が映ってるから、まあ源平ですよね、はい。であと告知があったのがベラボーマン、ベラボーですね、はい。あ、両方中方さん案件ですね、はい。であともう一つなんかなかったっけ。ゼビウス、時間があったらやろうかな。あ、ゼビウスね、はい。プレイヤーがね、ギター弾いてて忙しいみたいです、ごめんなさい、はいはい。時間と、プレイヤーが間に合えば基盤ゲリオンがやります。というわけで、プレイヤーのファラオさんです。はい、はい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 、どうもどうも、ファラオ、はい、源平のプレイヤーさんですね。はい、いろいろここでは源平の配信をやってますが、何回やったんだっけね。俺知ってるだけで2回ぐらいやってない。2回やってるよね。だから今回3回目じゃないですか。3回目、うん、全部負け負けとそうですね、大体負けて、うん。あ、けどあれだよ、ちゃんとほら2回目の配信、あ、1回目の配信は、うん、あー、1回目の配信はね、はい、ちゃんとやった。ビデオかけたら負けるっていうね、本番に上やろうっていうね。そうそうそう、あれ負けましたね。あのビデオさ、ずっと事務所に置きっぱなんだよね。じゃあ今日のプレイ方針は、プレイ方針、今日のプレイ方針はタイムアタック。タイムアタック、おおお、タイムアタックのようだから、はい、タイムアタックに変わった。タイムアタックにします。一応目標タイムは、はい、スタートボタンを押してから、押してからエンディングの間、あれが落ちるところまでで15分以内、ね、はい、15分以内言いましたよ言いましたよ。スタートボタンを押してからヒャヒャヒャから、そうそうそう、カンまで、カンまで、ブルーンまで、デーンまでね、デーンまでで、デーンまで15分以内、そう、ちゃんと手元で測ってやります。失敗したら、失敗したらまたビデオ買ってきておくの普通の VHS でいいんすかまあまあ、だらだら言ってても時間がかかるので、はいはいはい、はい、じゃあ準備、準備ですね、はい。これさ、コメント見れねえの。あ、なるほどなるほど、あ、了解了解。じゃあ僕らはコメントは見えません。ただ、今八丁先生がですね、超嫌みったらしく、ストップウォッチを出しましたいいですね。いや僕も分かんない、まあ、適当に喋ろう。TZW さん、あ、スタート、あ、これからですね、はいはい、スタートボタン押してください。はい、じゃあ開始します。はい、ここでスタート押すよ。あ、ここで、そうですそうです、はい、こっから15分以内ですよ、あの男は、はい。15分以内だと通常一番簡単って言われてるルートではいかないっていうことですよね。あ、はいはいはい、あれ時間かかっちゃうんで、いや走ってる走ってる、あ、押されてちょっとなんかスピードアップとかやってんのですかね。そんなことないと思うけど。いや、スピードアップですよ、今の。今のスピードアップなの、嘘つけよ、めぇ。ちょいちょい解説入れます。あのさ、お願いが一個あんだよ。はいはい。竹光やって。いやだ、無理無理。竹光っていうのはですね、剣がゼロの時にですね、剣が折れるんですね、あの剣が。ピクノジ、初期の頃はよく見ました。でもなんか、いろいろ覚えちゃったら、もうならなくなっちゃったんで。で今しらじらしくレバーであの剣振ったりとかしてるんですけども、まあ、配信なんでそんなものは見えることもなく、はい、ドクロ抜けていきました。はい、早いね、ここまで1分、あと14分だぜ。あ、1分ちょっとぐらいですね、今ね、うん、今1分だね。これで、一番簡単なルート行くときは一番下の鳥居に入るんです、3つある鳥居の。ここであの駒を切ると実は源平のあの過激用の絵が固まるっていうバグがあるんですけど、真ん中のルートで行きます。真ん中に行く、はい、でここで波動拳を仕込んで、はいはいはい、仕込みが入りましたね今。
やつですね、これ。キバンゲリオン喋れよ、おめえ。おめえ喋れよ。はい、今、あそこで波動拳残してた理由わかりますか？ビアホーシからね。まあ、ビアホーシだけじゃないんですよ。だってあれ、ナムコフィンディアムのメモリカード入れたの俺だもん。あー、いやいや、あれで一番面白いのは、弁慶が空から降ってきてそのまま死んでいくっていう。ああ、ここでなんか2分切ってるんで結構いいペースかな。いや、2分だよ。いや、手元は2分切ってたよ。信じない。1分59秒ぐらい。そんなもん聞くか、バカ。秋ですね。こんな面見たことないからね。犬多いな、おい。あと、要石、でっかいのとちっちゃいのいっぱいあんな。要石覚えておいてくださいね。次のベラボーマンでも出会うことになるんだよね。要石は。要石。そういう話をしろよ、キバンゲリオン。15分しかないから頑張って喋るぞ。ペース的にはなんか本人早いって言ってますけどね。はい、ここの弁慶で何かが。あ、ここの弁慶仕込みだったんだよね、さっきの。ここで仕込んでます。あ、ここですね、なるほどなるほど。お、変える変える。なかなか見ないですね。毒が、毒が。あー、ヤドクガエルかなんかなんですかね、こいつはね。はいはい、さようなら。はい、さようなら。はい、これ一番面白いパターンですね。なんで？あの、波動拳を残した画面に出た状態で鳥居をくぐると、次に波動拳を打つまではそこに判定が残るんですよ。ほうほう。で、それを利用してビアホースを倒したりやるっていうのがあるんですけども、これ一個のでかい横の長のマップになってて、その一箇所に波動拳が残った状態になっちゃう。画面の外まで飛ばしちゃダメだったりとか、ここで一発で打ったらダメなんですけど、さっきのあれ、あのタイミングでやることで、そこに無敵の攻撃が残る。だから弁慶の顔がそこを通過した瞬間に死んでいく。うわー、カメこれで勝ったと思うだよっていうね、一連の流れになるっていう素晴らしい演出が出てくるんですけどね。もし込まないの、ここも何かが起こる。あ、ここも何かが起こる。何かが起こるやつです。はい、トラ封じをしないっていうね、男らしいですね。銭稼いで。トラはちゃんと倒す。封じ込めない。そんなに金が欲しいか、貴様。お金欲しい。銃は欲しい。はい、ここでビアホーシが出てきてますね。はい、さようなら。しまう。はい、ああいうことができるわけですね。そうそう。で、この面倒を押すって、極上パロディスの球面でね、パロディにしっかり使われてくる、ね。今のも波動拳の判定で。今の波動拳の判定だよね。素晴らしい。見せるもの見せますね。あれ、いろんなものに効くんですよ。ドラゴンとかにも当たるし。で、キバンゲリオンで喋れよ、おめえ。何をマイク置いてんだよ。邪魔しないようにしてんだけど。邪魔しないようにだね、喋れよ、おめえよ。で、はい。で、今、波動拳打っちゃったんで、もうリセットされちゃったわけですね。タイムアタックやってるんで、剣取ったら時間がないんでしょうね、きっとね。で、またしらじらしいってね、変な方向向いてね、波動拳打ってね、クリアするんですよ、この音がきっと。これ次の、鳥居を抜けるって、ここですね。あ、この後か。この後の鳥居を抜けるんだ。一番奥の鳥居を抜けるっていう。あ、やらない。やらないね。仕込まないね。ここは別に仕込まなくてもいい。ここ仕込まなくていいんだ。国で仕込みます。あ、ここで仕込むのね。ダジャレの国です。ここは何にもないんだっけ。曲がったままの曲がたまはどこだっけ。はい、ここで曲がたまを、はい、曲がったままいただきます。今仕込んだ。今ちょろっと出した。ここでピヤッて波動拳が仕込みになるわけですね。そうそう、横にすごい長い面があるんですよ。そこに残ってしまうっていうね。よくこれ気がつくよね、みんなね。そんなにしゃぶり尽くしたかお前らっていうぐらいやってるからね。で、このゲームの曲も中方さんがいるからきっと聞けるんだろうな。
魔人抜け、魔人は抜ける、倒さずに抜ける。波動拳打っちゃうとリセットされちゃうんで、仕込みが消えちゃうんでね。そうそう、仕込みが消えちゃうんで打てないっていうね。で山城に来ました。で義経が、義経が何かを、はい、回転義経が出てくるようにね。はい、はい、返しました。ひどい話ですよ本当に。これ山城ってなってて、京都の大文字焼きがね出てるんですけども、あの角度から台見えないからね。ここでキバンゲリオン喋ることあるだろうお前。あるだろうね、バージョン違いの、バージョン違いの話を。ここで喋る場所あるでしょう、あなた。でここでジャンプしてロウソクを取るっていう荒技を使ってるんですね。切らない。今の知ってました？いや一応はクリアしたので、はい、だったら喋れよ。後半のルートは上で行きます。上ルート、はい、ここは平安京なんで、ちゃんと平安京エイリアンがいるっていうね。最近ねファミコンのカセットが出たりとかしたやつがちゃんといるっていうね、よくできてますよね。気がつきました、はい、あとここの義経がさっきの仕込みで、仕込みで、ここの義経も仕込みで画面に出る前に死ぬかも。あ、本当だ、曲も一瞬しかならんかった。今5って出たところで義経が死んだ。なるほどね、あそこに判定が残ってたってことです。トラフューズやらないんだね、まあ、時間の問題もったいないからか。8分30秒超えたよ。大丈夫、結構いいペース、結構いいペースらしいですよ、はい、でさ、駿河で落ちろとかさ思うわけですよ、腐った心が。これダジャレの国行くんですか、ダジャレ行くんですか。ダジャレです、ダジャレですね。お、取らないんだ鏡。ダジャレで取れるから、あ、ダジャレで取れるから取らないんだ。そしてまた取らないということは仕込みを残すということですね。やべ、失敗してやんの。これさ、うん、鏡取ったらさ仕込み消えねえ。え、何？いける？え、鏡？ここでさ、ダジャレの中でさ、背がとっても高いとさ、最高運命。ここで鏡を取って、あ、なるほどなるほど。で、奥の鳥居に入って、はいはい、ナム、ね、こんにちはと背がとっても高いって、この時セガが体感ゲームいっぱい出してたから値段が高いって意味でやゆってんのかなって勝手に思ってたんだけど、どうなんだろうね、あれどうなんですか。はい、今キバンゲリオンさんでタイムアタックで一番、あ、一番最悪の敵だよこれ、死なのです。ここの竜神が全然安定しないので、ここの竜を速攻で倒すためにはジャンプに連射装置をかけるとか。当たんねえ。失敗、失敗体験。あ、でもなんかアグレッシブな竜になってる。そう、ここでアグレッシブに来てくんないと、おお、ラッキーだね。決まった。ドラゴン抜けやってさ、剣取れるときと取れないときあんじゃん。え、ドラゴン抜けやったらさ、ああ剣取れるときと取れないときがあるから。いや、大体取れるよ。大体取れる。あ、今弁慶も仕込みで死んじゃいました。このハンマーはレバー入れてるだけで実は当たらないっていうね。はい、ここに弁慶いた後です。いた後ね。そう、あの鉄球弁慶が落としたやつ。ああ、確かにあそこ下に落ちてないからね。で、ここですよ問題の、多分ね問題の面だと思うんですよ。ここがもうね、ここまで頑張ってきて、ここで怒って心が折れるっていうのが何回かあるんですよね。これさ、下のさ画面外に消える瞬間に落ちて、あーって落ちてるさ瞬間でさ、
ジャンプボタン連打したらたまに抜けて落ちてくるよね、上からダメージ食らったりすると判定が消えるから、あ、その瞬間だけ、その瞬間だけなんか抜けられるんだよね、上に抜ける、落ちる、金がないから全然減らねえんだよ。お、ここで12分切ってるよ。12分切ってる、結構いいペースだよこれ。ここで失敗しよう、ここでね、ここでね、仕込んだけどね、ここ時間かかるんだよね。でさ、ここで弁慶来るまで待つんでしょこれ。あ、早い早い、この弁慶鉄ネタ履いてるよ。聞いてくれたことも喋りやがったなろう。真面目に仕事をしろ貴様。おー、うまいわ。あ、なんか聞いちゃった、ごめん。いい感じに抜けましたね。で、ここで富士山が13分切ってるね、今ここ抜けて13分。はい、富士山が2つ目出てきました。はいはい、前 NMK のとあるゲームの配信で NMK の人と喋ったんですけど、富士山がいっぱい出てくるゲームはいいゲームっていう話がありましたんで、アグレッシブに攻撃すんだよ、面白くねえじゃん、終わったじゃん。はい、終わっちまったよ、終わっちゃったよ、みんなもアグレッシブ決まったね今の、あやっちゃった、はい、またやっちゃった、桜吹雪が上に飛んでしまいましたね、はい、これ画面反転のままやっちゃうと、まあ、まあ、下から桜吹雪が、はい、上に上がってしまうというね。面白くねえなおい。いやー、波乱がなかったね、全然ね。面白くねえよ、べえよ。で、安定しちゃった。今こっちの手元のやつだと、で、あと1分ぐらい。あ、ほぼ変わんないね、時間はね。そうね。で、嘘はないでしょ。嘘はない。ここでさ、一瞬暴走して缶が来ないっていうパターンが怖い。終わんねえよ。これ、でもこれ、あの、上から打ってくるやつって見たことないかもしれない。ほぼと見ない。あ、デフォルトの設定がナムコは逆だから、まあ、はい、でー、素晴らしい、はい、14分24秒。よっしゃー、15分切ったよ。15分切りましたね、素晴らしい。いやー、公約達成です。たまにはできるね。たまにはね。いやー、よかったよかった。やっぱり竜神がね、今日はアグレッシブだった。そうそうそう、アグレだったんで、あれがさ、クッて上に立ったまま寝たらさ、超面白かったんだけど。そう、寝たら多分15分切れなかった。俺、あいつにさ、体力満タンできてさ、あいつがさ、うん、上で寝た瞬間にさ、口からボボボボボボって逃げられて死ぬっていうのを俺体験したことがあるからね、あれ。そうそう、逆の意味でアグレッシブな竜が、そうそうそう、あの時ほどジャンプボタンに停車装置が欲しかった、そうそう、30連がついてると寝てても切れる、寝てても切れる、ジャンプが届く。はい、お疲れ様でございます。はい、ありがとうございました。いやー、さらっと終わっちゃったね、これね。さらっちゃっと終わっちゃったね。八丁さん、どうすんの。じゃあとりあえず、源平ともまではこれで、あ、これで、あっさり終了、あっさり終了、ちなみに、画面の、はい、画面の右下の QR コードで、はい、ローソンチケットに飛べるという。あ、なるほど、素晴らしいですね、そういう仕様になっております、はい、ぜひぜひ皆さん来てください、はい、本当にね、書いてあるあのフライヤーがね、右側に貼ってあるんですけど、これ読めるかな、読めるとかっこいいんですけど、はい、これ中形さん、一番下赤いラインの上の左側の文字がサンダーセプターって書いてるんですよね、これね、はい、もうこれだけで俺行く価値ありだからね、これ。そう、サンダーセプターいいですよね。サンダーセプターだけで俺行けるからね、これ、うん、あと組曲限定等までやるからね。でね、これね、ちょっと1個だけできればとか、他に期待してるところが1個あってK野さんと小沢ずんこさんだから、もう絶対にさ、リブルラブルじゃだけじゃなくて、トイポップ来いよ。トイポップをやってほしいですよね。トイポップ入ってるでしょ。入ってる。で、トイポップであのピアノをね、あ、連弾でね、連弾やってほしいですよね。もう最高なんでね、もうぜひぜひ来てほしいんでね、あれがね、本当でいいよ、本当に。このね、昨日さ、
80年代のゲームっていうのをさ YouTube で見てたんだけど、ナムコだけ突出してんだよ音がやっぱり。でその辺のやつがバサッと来るから、もうぜひ来るべき、行くべき本当に。そして次はベラボー、ベラボー、ベラボー。じゃあ準備ができたら、この後ベラボーマン、はい、配信したいと思います。じゃあこのヘッドセットはじゃあベラボー側に、ベラボー側かな、うん、そうですね。じゃあ僕はこれ喋ってたらいいの、はい、いや一回切ります。一回切ります。いや切らないと機材がね、あないので。なるほど、はいはい、了解でございます。はい、はい、というわけで、はい、はい、じゃあ第2弾までしばしお待ちをって感じですかね。ファラオ佐々木 VS 源平東までファラオ佐々木勝利、ファラオ勝利だっつって言ってんの、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。はい。